ウォーカーは、アメリカ海軍の駆逐艦、不設駆逐艦、ウィックス級駆逐艦の一席。艦名は、南北戦争期にアメリカ海軍航海局長と、アメリカ合衆国東大局長を務めた、ジョング・ライムズ・ウォーカーにちなむ。その名を持つ艦艇としては初代。ウォーカーは、マサチューセッツ州クインシーの、ベスレ・ヘムスチール・フォア・リバー像船所で1918年6月19日に、 引こし、1918年9月14日に、フランシス・ピカディング・トーマス夫人によって浸水、ボストン海軍交渉に開港されて、偽装工事を行った後、艦長ハロルド・エイはディントン少佐の指揮下1919 19年1月31日に、就役する。竣工後、ウォーカーは、パリ講和会議に出席するウッドロー・ウィルソン、大統領が乗る、輸送船。 ジョージ・ワシントンと2月20日に合流して護衛を務め、任務終了後はボストンに戻って駆逐艦隊第18駆逐軍に配属される。間もなくロードアイランド州ニューポートの海軍魚雷施設に移り、3月6日には西インド諸島に向けて出港。以降、カリブ海での艦隊演習への参加がウォーカーの定例のスケジュールとなる。ウォーカーはプエルトリコのフアンを経て、 グアンタナモアンに到着し、1919年の春季は砲術訓練を実施。その後は北に向かい、4月14日にニューヨークに到着した後ニューポートに開港される。第一次世界大戦後、アメリカでは大西洋横断飛行が計画され、ウォーカーも支援艦艇の一席として横断飛行に関わることとなった。1919年5月15日、 ニューファンドランド島トレパシーから3機のカーチス NC、NC-1、NC-3 及び NC-4 がアゾレス諸島への飛翔を開始。ウォーカーは5月6日から8日までトレパシーに停泊した後、5月10日から17日までの間は洋上に出動。ニューファンドランド島から数えて8番目の洋上目標として横断飛行を支援した。 任務終了後は5月20日にニューポートに帰還した。6月上旬には2日間にわたって海軍兵学校の卒業公開に供され、その後太平洋に向かうこととなり7月24日にパナマ運河を成功する。メキシコの赤プルコに帰港の後8月8日にカリフォルニア州コロナドに到着した。太平洋方面でのウォーカーはサンディエゴを拠点とし、 予備駆逐部隊に配属されて、西海岸方面で活動する。1920年10月27日に、海軍予備役のための射撃訓練と高出力、高校試験に供された後、メアアイランド海軍造船所で、オーバーホールに入る。ウォーカーは、軍縮の影響により1922年6月7日に、退役し、 1920年代と1930年代のほとんどをサンディエゴで過ごした。16年後、ウォーカーは1938年3月28日付で除籍されて売却されることが決まっていた。しかし、西海岸海軍区の方針転換により、給水はしけに改造されることとなった。ウォーカーは名前を外され、 メアアイランド海軍造船所で改造中の1939年4月1日に YM-57 に再類別される。当時の世界情勢の緊迫化とアメリカがそこに関与する可能性が取り沙汰されていたため、艦は損傷防御用のハルクに転用されることとなった。1940年7月11日に DCH-1 と改名され、 1941年2月17日には、雑益艦を示す看板59-44が与えられる。DCH-1 は、サンディエゴの駆逐艦隊基地において新たな被害対策技術に対する研究と実験に強用される。太平洋艦隊の母港がサンディエゴから真珠湾に移り、すでに推進機を撤去されていた。 DCH-1 も栄光されて、真珠湾に移動することとなった。しかし、急愉快なチェスによって栄光中の1941年12月7日に真珠湾攻撃があり、DCH-1 は湾内に入ることなく、北緯26度35分整形143度49分、北緯26.583度整形143.817度、 26.583-143.817の地点で、ナチスの砲撃により自陳処分された。ディクショナリーオブアメリカンネイバルファイティングシップスでは12月28日に処分となっており、またナチスの関与は示されていない。ありがとうございます。